森の桜のトンネルです。まだ少し早かったようですね。桜のトンネルです。看板が立っています。満開ではないですね、咲いてはいますけれども、五分とか六分咲きぐらいでしょうかね。ただここつぼみは咲くのを待っている感じですね。桜並木というのはまだまだ続いているんですけれども、夜の森公園の方まで、続いていくんですが、ここまでと。この先帰還困難区域につき通行止めということになっています。本当はもっと、長いです。ではもう一度、今度はこちら側から北から南へ進む形で桜のトンネルをくぐっていきたいと思います。地域になります。桜をご覧になる場合は車内から、見てくださいという看板が立っています。もう一度今日も、桜の集い、4月20、21日と富岡町で、桜の集い、富岡町の方々が、桜の集いという催しを、広野町の体育館で行います、今右手にあるのが富岡第二中学校なんですが、予選した、放射性廃棄物の、仮置き場になっています。